エディト・マティスは、スイスのソプラノ歌手。夫は指揮者のベルンハルトクレー。ルツェルンに生まれ、記事の音楽院で学ぶ。1956年、18歳の時に、同地の歌劇場で、モーツァルトの魔敵の同時としてデビュー。1957年、同歌劇場で、フィガロの結婚のケルビーノを歌って、大成功を収める。1959年、ケルン歌劇場で、 ファルスタッフのナンネッタで成功し、この歌劇場のメンバーになったが、1960年からハンブルク歌劇場に移った。国際的に有名になったのは1960年以後で、ザルツブルク音楽祭の他に、世界各国で歌い、1963年にはベルリンドイツオペラと共に来日して、ケルビーノで絶賛を浴びた。この世代のドイツ圏のソプラノとしては、トップクラスの美貌。 それもどちらかといえば、愛嬌のあるルックスも大きな魅力で、初来日時の人気ぶりは今なお語り草になっている。その成長な声による新鮮な歌い方で、モーツァルトのオペラや宗教曲を得意としており、カール・ベームやヘルベルト・フォン・カラヤンらの巨匠とも数多く共演している。後年には、フィガロの結婚の伯爵夫人、バラの騎士の元帥夫人などの貴品ある大人の、 女性役も、レパートリーとしている。1979年より、バイエルン宮廷歌手。1992年より、ウィーン国立音楽大学教授も務めている。評論家、宇野広報は、著書、モーツァルト奇跡の音楽を聴くの中で、ただでさえ可愛いのに、ケルビーノをやったらめちゃくちゃ可愛くて、観客が皆ファンになっちゃった。僕も、 マティスのファンになってをかけてた時期もあったんだよと語っている。ありがとうございます。